お腹もいっぱいになったところでですね、これからドイツ村を満喫していきたいと思います。子供たちがいっぱいいる感じが好きです。私は天使ってことですね。やるしかないでしょ、パターンゴルフを。ということで、普通に私がやっても楽しくないのでですね、対戦をしようかと思います。するんですよね。こう、なんか忍者みたいなことするんですよね。こういうふうに来たらね。それ今振ったんですか？振ってる。あ、ここはね、大丈夫ですよ。もへもへ、くそくそくそ、花沢香菜も一人でできるかな。さて、お腹もいっぱいになったところでですね、これからドイツ村を満喫していきたいと思います。すごい、すごくない？広いよね。この子供たちがいっぱいいる感じが好きです。私はで、まずここにマップがあるんですが、どうしようかな。なんか広すぎてどこに行ったらいいのかよくわかんないけど、とりあえず歩いてみますか。すごい、観覧車とかもあるんですね。あの、これしたいんだ私、このソリしたい。ここがワンパク広場か。あー、動物園も行きたいなんかいろんなところがある。砂場に入っちゃいましたもう無理だもう歩けない。あれゴルフ場じゃないですか。広ゴルフしますか。ゴルフ、私ありがちに写真を撮ってください。あ、そうだ、アンジーとホーリーか。これ、豚天使ってことですね。はい、もうね、ゴルフ場に来たらやるしかないでしょ、パターンゴルフを。ということで、普通に私がやっても楽しくないのでですね、対戦をしようかと思います。このスタッフ私で。何、これは引けばいいの？はい、サッカーさん。お、一番早いじゃないですか。準備すぐできますよ。いいですか？え、私からでいいですか？どれだっけ、こうだっけ、難しいな、ゴルフ。頑張れ。意外と遠いですよね。
え、坂田なんか慣れてる感じじゃないですか。やったことないですよ。ああ、ああ、あまり怖い、怖い、やった。おっと。やったやった。よっしゃ。どうやって握んだっけ、こうか。ここまで来たらね。それ今振ったんですか。振ってない。うわ悔しい、これ悔しい。もう一回やんない。ということで、パターゴルフやりましたけれども、私が作家さんに敗北に終わりました。はい、まあね、あのそのおかげで私はプレゼントを皆さんに買えるわけです。あれ、私が勝ったら作家さんがプレゼント買ってあげるんでいいの？あ、どっちにしろみんなをもらえるんです。はい。ってな感じでね、ここで1曲、パンドラハーツのエンディングテーマで、サビッチジーニアスフィーチャリング大見智恵で、メイズ。